BMX パフォーマーのゆえです。今回は2022年今年一発目の公式戦で千葉県に来てます。で今年からこのジャパンカップ、6月今月の千葉のジャパンカップと7月のジャパンカップ、この2戦で全日本選手権9月にあるんですけど、それに出れるか出れないかが決まります。なので、今日と来月のジャパンカップめちゃくちゃ重要な大会です。なので今日の予選全力で頑張ってきます。よっちゃクラッシュバッター C グループ最初のライダー志賀裕也選手、お願いします。いきます。さあ志賀裕也さん君、いきましょう。ライディングスタート。ちょっとバーをくるくると2回転させて後ろタイヤ、ペダルにそのままアクセス、アクスサイドからロングアスピン、クロスのフレームをまたいだ。一発目の技として素晴らしいコンセプトで入ってきます。志賀裕也選手、技の動きが素晴らしいですよね。さあ、そして背面側、綺麗なバリアル、クロスで持ってくる、で、ジャイブに回転、イエス、グッとクロスフットから、うまい、いや、この入りですね。さあ、クロスからのツーフットのいなしも滑らかに、おお、そしてギリギリのところもクロスのアップサイドもうまくバランスをキープして、さあどう持ってくる、おっと、ハンドル側の、よいしょ、今ハンドル側のなんていうんですかね、あれなんだっけ、アンダーテイカー、ハンドル側で入れていきました。さあ洒落た動き、さあこの状態からクロスからのスフト、さあリアのルーティーン、わあ、さあここも綺麗ですね、動きがバランスのグライドから上が出た、最終情報メダルでした。こっからめちゃめちゃ技の展開が早いですね。さあさらに得意な形ロンモア、さあうまく移動していく左足軸、そしてうわダイレクトに投げてのアラウンドワールド、もっと難しくやってみないかというぐらい、いやいやいや、難易度むちゃくちゃ高いですよ。しかし簡単そうにこなしていく1分20秒、さあこれは期待できますね。まだまだありますよ、すごいです、1分15秒、わあ今度はこう逆から戻っていく、さあレイキングしながらクロスのツーフットでこぐ、やばいやばい、いやー体が今回のルーティンは全部ハンド系周りにスイッチしていくっていうこだわり、テーマもそうだ、テーマがあるかもしれないですね、うん、だから1歩目に置くと全く向き変えてくるっていうところ、やばい、45秒、さあそしてさあ展開が早いですね、うん、さあ変速的にバーを1回転、うん、ハンドルの揺らし方、飛ぶ、わー足を入れた、いやーシュート、さあラスト30秒、オリジナルのディケードさあどうするでしょうか、残り20秒、さあいきます。さあ飛び技も得意ですからね、ハンドルもいなし狙う、落ちますね、もう一度足を、ま、おっとまたいでからのディケード、オッケー、さあここでご挨拶、ゲームオーケー、やった、今日も元気、ユーヤポーズですね、今日も元気、それが一番、それが一番、元気よかった、いやユーヤ元気だった、お母さんも安心、お母さんも安心、親孝行、親孝行ですね、そう大事、ね、さあ続いての、はい、本日2日目です。まさかの昨日あのめちゃくちゃ激戦の中僕予選通過できました、本当に僕1回足ついたんで多分僕予選落ちしたなと思ってめっちゃ焦ってたというかすごいショックやったんですけど、ギリギリ8位通過できました。なので今日の決勝全力で頑張ります。とりあえず絶対に足つかないようにフルメイクで頑張ります。世界最強の選手たちのファイナル、左手トラックのフレーム志賀裕也選手、さあそしてキング森崎裕也選手が7位通過、
バラカ・クニア・ブロック・沖縄、さあそして伊藤雅子、さあさらには地元・庄司優、そしてスーパーロングルーキー・磯貝和美、さあさらに世界最高の演技の佐々木元、そしてレッドブルアスリート、ワールドチャンピオン早川美穂という豪華なメンバー。それでは予選第8位通過、滋賀ユルヤ、行きましょう。次の復帰を果たした滋賀ユーヤ、さあ皆さんよければユーヤの3分進めていきます。皆さんよろしければ一番拍手を上げてください。行きましょう。さあ滋賀ユーヤ3分ライディングスタート。さあ5分は後ろタイヤのスピンから入ってきました。手前に足を乗せて、さあ得意のローパースピンからメダルを足に乗せて、一発で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 クロスのタイバスでどちらかができるようにしました。さあこの3分の中でしっかりと難易度を高く、バリエーションは広く、さあそしてオリジナリティのある技を決めていきたい。今のグライドも非常に難しい体勢のグライドでしたね。結構地面に足をつかないようにしたいですね。唯一のルールがここへ来て足を見てつかないように、あとはもう振り返る自由です。さあ、ちょっとはショートコンボでリカバリー行こう。さあ、ここで始まって50秒超えたところ、まだまだ時間が残っております。時間は3分間。さあ、滋賀ユーヤのエアトリック、両足を使ってバイバルボール片足で乗せ替える。さあ、手前からぐんと180度回転して上手くなって、ペダルに乗って上ってまだ回転を続ける。両足で前から前に後ろにと向かいながら、再び正面を向いております。さあ、ここからライブ長いにこれを見事に。さあ、この1本かなりいいスコアが入ったんじゃないでしょうか。ちょっと離れちゃったルーですね。残り時間1分30秒。さあ、前半はかなり緊張し、予選8位通過、滋賀ユーヤの後半戦。さあ、変わらず得意の後ろタイヤの技構成、うまくブレーキを使いながら、進む方向を前へ後ろへとスイッチさせていきます。さあ、さらにクロスの上台から、しっかり飛び上げて決めていきます。ラスト1分。いいですね。さあ、ラスト1分、ここからです。さあ、中盤ラスト1分でどこまで技を決めて、スコアを伸ばしていけるか。1人持ち時間3分と調整でお送りしているこのマイナーキャプテンのエリートクラス。さあ、ファイナル1人目の滋賀ユーヤ。さあ、ラスト35秒。会場を使って流れるように、4分と、足を入れた。飛び技決めてきました。残り15秒。さあ、ここまでのエリート、確実と予選よりも確実に1個ポイントを稼いでいようと見える滋賀ユーヤ。8位。さあ、もう怖いことはない。上を目指すだけでも、さあ、10秒を切っている。先頭のトリックが挟めるかどうだ。ギターが鳴るまでがジャッジの対象。わお、ここで対決です。メダルを狙ってペダルを使っちゃダメなかったですね。大丈夫だ。 OK、 Thank you、 ありがとうございます。いい走りでした。手が上げてくれたので元気です。さあ、いくつかいい技が入っていったので、そのあたりはジャッジがしっかりとスコアに換算しているんじゃないでしょうか。さあ、次に始まりますけども、やはりオープニング素晴らしいライディングを見せてくれました。ナイスですね。さあ、ここからはい、本日ジャパンカップ1戦目の決勝終わりました。決勝はもう本当にめっちゃ悔しいぐらいグダグダでした。グダグダ、めっちゃもう1回目の足ついた時点で結構諦めてはないんですけど、もうなんかちょっとそっちモードになってました。本当に周りのレベルが高すぎてフルメイクしないともう全く意味がないというか、1回足ついただけでももう可能性がゼロに近いようなレベルやったんで、まあ、今回ちょっと決勝は本当にちょっとグダグダになっちゃいました。また次、来月のジャパンカップに向けて明日からめちゃくちゃまた練習して頑張ります。
そしてまあ全日本、9月の全日本はもう絶対出れるように、まあ、6月、7月は新しい技をせずにとりあえず全日本出るためにちょっと頑張ります。また来月に向けて頑張るのでぜひまた応援よろしくお願いします。そしてこれからも BMX のめちゃくちゃ分かりやすい How to とか BMX の面白い動画をどんどんアップしていきます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。ガチャ盛り行こう。ガチャ盛り。